皆さんこんにちは。8月15日月曜日午後6時から7時 JR 伊丹駅西側カリオン塔前で第18回平和の鐘カリオンコンサートが開催されます。内容は平和を願うカリオン連想と私立伊丹高校の生徒による平和都市宣言の朗読です。無料です。直接会場へお越しください。お問い合わせ先は伊丹市童話人権平和課 072-784-8148 までお願いします。それでは今回の伊丹だよりスタートです。平成28年から交付が始まり、総務省が進めているマイナンバーカード、本人確認ができる身分証明書として行政での手続きが簡略化できる、また今後も活用できるサービスの範囲が広がってきます。そんなマイナンバーカードをもっともっと利用してもらおうと、交付を受けた皆さんにポイントを還元、マイナポイントの第2弾が始まります。今回は伊丹市市民課の藤本さん、岡部さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まずは今回のマイナポイント第2弾ということですが、どのような背景で実施されるのでしょうか。マイナンバーカードの交付率は令和4年5月末時点で全国平均 44% です。伊丹市においては 52% の交付率となっております。これからより多くの方に便利な市民生活が実現し、行政サービスがより行き届いた社会を目指すために、マイナンバーカードの交付率を高めることを目的としたキャンペーンです。今回の第2弾では2021年12月まで実施されていたマイナポイント第1弾で、すでにポイントを受け取った方もさらにポイントが付与される制度がありますので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。はい、それでは今回のマイナポイント第2弾はどのようなキャンペーンになっているんでしょうか。こちらのフリップをご覧ください。はい、まずその1、マイナンバーカードを作っていただき、マイナポイントを申し込み、対象のキャッシュレス決済サービスのチャージまたはお買い物など指定の利用方法で利用した金額の 25%、 最大5000ポイントを上限に還元するというものです。はい、こちらは第1弾と同じ内容のキャンペーンが継続されるという形ですので、すでにポイントを受け取った人は対象外となりますが、まだチャージをしていない、お買い物を行っていない場合は上限5000円分のポイントまでを受け取ることができます。マイナンバーカードを作っていない、マイナポイントを受け取っていない方でもまだ間に合います。ぜひこの機会にマイナンバーカードを作ることをご検討ください。そして以前からマイナンバーカードを持っている方で5000ポイントをすでに受け取っている方へのキャンペーンもあるということですが。はい、それが2と3の内容です。2は健康保険証利用申し込みに対して7500ポイント付与、マイナンバーカードを健康保険証として対象の病院や薬局で使うことができるようになりました。この健康保険証利用登録とマイナポイントの申し込みを行っていただくと7500円分のマイナポイントが付与されます。先ほどご紹介しましたカードを作って受け取れる1のキャンペーンとは違い、電子マネーをチャージしなくても7500円分のマイナポイントが付与されます。まあ、私も最近ね、いろんなカードが増えすぎて困っていますので、健康保険証一緒にできるっていうのはね、助かりますし、ポイントまでもらえるのは本当大変お得だなと思いますけれども。続いて3つ目のキャンペーンはどんな内容でしょうか。3は公金受取口座を登録していただくことに対しての7500ポイント付与になります。公金受取というのは具体的にどんなものなのでしょうか。例えば今後年金、児童手当、給付金などの受取のために口座をあらかじめ本人に登録していただく制度です。これらのキャンペーンの登録には本人名義の口座番号がわかるものが必要です。登録できるのは本人名義のみで、0歳児でも本人名義の口座が必要です。3つ合わせて全てのポイントをもらえば合計2万円分になります。ただ注意点としては、キャッシュレス決済事業者によってポイント還元付与のタイミングは異なりますので、十分に確認した上で登録を進めてください。ではマイナンバーカードを作ったり、マイナポイントの申し込みはスマートフォンやパソコンからできるのでしょうか。
マイナンバーカードに関しては、QR コード付きの交付申請書を持っていれば、スマートフォン、パソコン、郵便、マイナンバーのキャラクターが描かれた証明用写真機などで申請が可能です。難しければ、伊丹市役所のマイナンバーカードの窓口でサポートいたします。マイナポイントの申し込みは、マイナンバーカードに対応したスマートフォン、カードリーダー付きのパソコンから申し込めるほか、携帯電話の販売ショップやショッピングモール、コンビニなどで展開されている手続きスポット、もちろん伊丹市役所の窓口でもお申し込みいただけます。まだマイナンバーカードを作っていない方、また健康保険証や公金受取を登録したいという方は、ぜひこのお得なキャンペーン期間中にお申し込みください。では続いての話題はマイナンバーカードの新しい使い方についてです。ここからは岡部さんにお話を伺っていきます。新しい使い方というのはどのような使い方にできるようになったのでしょうか。はい、マイナンバーカードを持っている市民の皆さんに向けて、2021年12月1日よりオンライン申請で24時間365日証明書請求と市外への引っ越しの際の提出届出ができるようになりました。はい、オンライン申請で請求できる証明書って例えばどんなものなんでしょうか。はい、はい、証明書は戸籍等証本、戸籍の付表、その他戸籍関連の証明書と住民票の写しがオンラインで請求可能です。これまでは市役所で手続きするのが一般的だったこれらの申請がスマートフォンから申請できるようになり、市役所まで来ることが難しかった市民の皆様にもご利用いただきやすくなりました。仕事で平日休むのは難しかったり、家から市役所が遠い、またコロナ禍などの感染症対策のために外出を控えなければならないという方もオンラインで申請できるのは非常に便利ですね。はい、オンライン申請はマイナンバーカードを作っていればできるのでしょうか。はい、オンライン申請には有効な署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードとスマートフォンを持っている必要があります。はい、有効な署名用電子証明っていうのは、はい、マイナンバーカードを作ったとき、もしくは転入したときに6桁から16桁の暗証番号を入力し、電子証明書をつけた、もしくは更新していれば有効になります。つけた覚えのない方はご本人様が市役所本庁へ行き手続きする必要があります。それでは実際にどうすれば各種証明書がオンラインで申請できるのかを教えてください。はい、オンライン申請には6つのステップがあります。まず1つ目がスマートフォンで伊丹市のホームページの申請専用ページにアクセスします。伊丹市オンライン申請、もしくは伊丹市市民課オンラインで検索したとき一番上に表示されるページです。2つ目が伊丹市の申請ページに必要な届け出、証明書ごとにボタンがあるのでそちらを選択してください。そちら選択していただきますと、届け出、証明書ごとの申請ページにアクセスできますので、指示に沿って必要事項を入力していただきます。4ステップ目が本人確認です。専用アプリグラファーアイデンティティというものを使っていただきます。6桁から16桁英数字込みの電子証明書の暗証番号をご入力ください。続いてが一番つまずきやすいステップになっているんですけれども、マイナンバーカードをスマートフォンにかざして読み取っていただく必要があります。うん、機種によってかざす位置が違うので、うん、うまく読み取れない場合は読み取り方法を検索してみてください。はい、先ほどお話に上がったマイナポイントのページにも詳しくイラスト付きで載っています。はい、そして最後に証明書請求の方はこちらで手数料をクレジットカード決済していただく必要があります。オンラインで手続きが完結しますので、進捗状況はメールでお知らせさせていただきます。はい、オンライン申請後、証明書はどのように届けられるのでしょうか。はい、申請後の流れですが、各種証明書は郵送でご自宅にお送りさせていただく形です。これまでも郵便で請求するという方法はあったんですけれども、オンライン申請の場合は郵便で請求したときとは違って、定額小合わせや切手、封筒を準備する必要がありません。はい、そして郵便での請求方法では書類を往復する必要があったんですけれども、オンライン申請は片道分だけの時間で済みます。また2023年3月末までオンライン申請で証明書を請求すると、基本郵送料の84円が無料になります。うん、これは特別な手続きが必要ありません。
オンラインで申請すれば84円がマイナスされた状態でお値段決済させていただきます。はい、提出届のオンライン申請後はどのような流れになりますか。はい、提出届のオンライン申請も先ほどと同じように6つのステップで申請できます。処理完了通知がメールで届いたら転出の手続きは完了です。転入先にマイナンバーカードを持って転入した日から14日以内に転入先の役所で転入手続きを行ってください。はい、引っ越しの時はね、ただでさえ忙しいのでこうして手続きを簡略化して待ち時間を少なく簡単に手続きできるっていうのはとても嬉しいですね。はい、特に今の時期は、市役所で申請しようとすると窓口が混み合っているのではないでしょうか。はい、そうですね。7月8月夏休みの期間は特に混み合います。マイナンバーカードを持っている人はぜひオンライン申請をご利用いただきたいと思います。わかりました。今回はマイナポイント第2弾のキャンペーンとマイナンバーカードを使ったオンライン申請について伊丹市市民課の藤本さんと岡部さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。